キリサキジャック。ジャック・ザ・リッパー、またはその役でキリサキジャックとは、1888年にイギリス・ロンドンのホワイト・チャペルとその周辺で犯行を繰り返した正体不明の連続殺人犯。当時の捜査記録やメディアでは、ホワイト・チャペルの殺人鬼やレザーエプロンとも呼ばれていた。 切り裂きジャックの標的となったのは、ロンドンのイーストエンドのスラム街に住み、客を取っていた娼婦たちであった。被害者たちは喉を切られた後に腹部も切られていたことが特徴であった。少なくとも3人の犠牲者からは、内臓が取り出されていたことから、犯人は解剖学や外科学の知識があったと考えられている。 1888年9月から10月にかけて、これらの事件が同一犯によるものという噂が高まり、メディアやロンドン警視庁、スコットランドヤードには犯人を名乗る人物からの多数の手紙が届いた。切り裂きジャックという名称は、犯人を名乗る人物が書いた手紙、親愛なるボスへ。 に乗っていたものをメディアがルフしたことに端を発している。この手紙は世間の注目を浴びて新聞の発行部数を増やすために記者が捏造したものではないかと疑われている。ホワイトチャペル時計団のジョージ・ラスクが受け取った地獄よりの手紙には犠牲者の一人から採取したとされる 保存された人間の腎臓の半分が添付されていた。このような一連の経緯によって、世間は、切り裂きジャックという一人の連続殺人鬼を信じるようになっていったが、その主因は、犯行が非常に残忍なものであったことと、それをメディアが大々的に報道したことによるものであった。新聞で大々的に報道されたことにより、 切り裂きジャックは世界的に有名となり、その伝説は確固たるものとなった。当時の警察は、1888年から1891年にかけて、ホワイトチャペルとスピタルフィールズで発生した11件の残忍な連続殺人事件を、ホワイトチャペル殺人事件として一くくりにしていたが、 そのすべてを切り裂きジャックによる同一犯の犯行とみなしていたわけではなかった。今日において確実にジャックの犯行とされるものは1888年8月31日から11月9日の間に起きたカノニカルファイブと呼ばれる5件、すなわちメアリー・アン・ニコルズ、アニー・チャップマン、 エリザベス・ストライド、キャサリン・エドウッズ、メアリー・ジェーン・ケリーが被害者となったものである。これら殺人事件は未解決のままであり、現代におけるジャックの逸話は、歴史研究、民間伝承、技師が混ざり合ったものとなっている。背景、19世紀半ば、イギリスでは、 アイルランド系移民の流入によって、ロンドンのイーストエンドをはじめとする主要都市の人口が増加した。1882年からは、ロシアなど東欧や他の地域での迫害、ポグロムから逃れてきたユダヤ人難民が同じ地域に移民してきた。イーストエンドにあるホワイトチャペル教区は、ますます過密状態になり、 人口は1888年までに約8万人に増加した。これは労働条件や住宅事情の悪化をもたらし、極めて大きな経済的な仮想階級が生まれた。この場所で生まれた子供の55%が5歳を前に亡くなっていた。強盗、暴力、アルコール依存症は日常茶飯事のことであり、 貧困がフード病のように蔓延し、多くの女性たちは日々の生計を立てるために売春をしていた。当時のロンドン警視庁スコットランドヤードの推計によれば、1888年10月のホワイトチャペルには、62の売春宿と1200人の売春婦が働いており、また233の会員宿泊所には、 毎晩約8500人が寝泊まりし、一泊あたりシングルベッドであれば4ペンス。寮に貼られたロープ、リーン等の場合は、一人2ペンスであった。ホワイトチャペルの経済問題は、社会的緊張の着実な高まりを伴っていた。1886年から1889年にかけては、デモが頻発し、 それに警察が介入して、血の日曜日のような社会不安を市民にもたらした。反ユダヤ主義、犯罪、移民排斥、人種差別、社会的混乱、深刻な貧困などが世間にホワイトチャペル地区が悪名高い不道徳の巣屈とみなす影響を与えた。こうした世相の中で、 1888年の秋に、切り裂きジャック、ジャック・ザ・リッパーと呼ばれる連続殺人鬼と、彼が起こしたとされる凶悪でグロテスクな殺人事件がメディアを賑わし、蒸気のようなホワイトチャペルに対する世間の認識を強めた。殺人事件。この時期、イーストエンドでは、 女性に対する襲撃事件が多発していたため、どこまでの殺人事件が同一人物による犯行かはわからない。1888年4月3日から1891年2月13日までの間に起きた11件の殺人事件が、ロンドン警視庁の捜査対象となり、警察記録では、ホワイトチャペル殺人事件と総称されていた。 これら殺人事件をどこまで同一犯によるものと見るべきかは様々な意見があるが、この11件のうち5件をカノニカル5と呼び切り裂きジャックによる犯行と強く推測されている。専門家の多くはジャックの手口の特徴として喉へ深い切り傷を与えた後、 腹部や正規周辺の肉を広範囲にわたって切除して、内臓を取り出していたことや、顔面の肉を徐々に切除することを挙げている。ホワイトチャペル殺人事件の最初の2件。ホワイトチャペル殺人事件の11件の殺人のうち、エマ・エリザベス・スミスとマーサ・タブラムが被害者となった最初の2件は、 カノニカルファイブには含まれていない。スミスは1888年4月3日午前1時半ごろホワイトチャペルのオズボーンストリートで強盗に会い、性的暴行を受けた。彼女は顔を殴打され、耳に切り傷を負った。また、膣に鈍器が挿入され、腹膜が破裂していた。翌日、 腹膜炎によりロンドンの病院で死亡した。スミスは2、3人の男性に襲われたと証言し、そのうちの1人は10代だったと述べている。マスメディアは、後に起こる殺人事件とこの事件を結びつけて報道したが、ほとんどのライターは、スミスの事件は切り裂きジャック事件とは無関係であり、 一般的なイーストエンドのギャングによるものだとみなしている。タブラムのケースは1888年8月7日、ホワイトチャペルのジョージヤードの階段の踊り場で殺害されていた。彼女は喉、肺、心臓、肝臓膝、胃、腹部に39もの刺し傷があり、 さらに胸と膣もナイフによる刺し傷があった。これらの傷は全てペンナイフと見られる刃物で付けられており、一つの例外を除いて全て右利きのものによる犯行であった。また、性的暴行を受けた後はなかった。この殺人の残虐性と明白な動機の欠如、また場所と日時は、 後の切り裂きジャックによる犯行に近く、警察はこの事件をジャックによる犯行と結びつけた。しかし、タブラムは何度も刺されてはいたが、喉や腹部に対する切り傷はなかったという点で、後の事件とは異なっていた。多くの専門家はこの傷のパターンの違いから、この殺人を切り裂きジャックによる犯行とは見なしていない。 カノニカルファイブ、切り裂きジャックの犠牲者として挙げられる5人カノニカルファイブはメアリー・アン・ニコルズ、アニー・チャップマン、エリザベス・ストライド、キャサリン・エドウッズ、メアリー・ジェーン・ケリーである第一の被害者1888年8月31日の金曜日の午前3時40分頃 ホワイトチャペルのバックズロー、現在のダーワードストリートで、メアリー・アン・ニコルズの遺体が発見された。生きているニコルズが最後に目撃されたのは、遺体発見の約1時間前に、ホワイトチャペルロード方面に歩いている彼女を、スピタルフィールズのスロールストリートにある共同下宿で寝泊まりしていた。 エミリー・ホランド夫人が目撃したというものであった。被害者の喉は二つの深い切り傷で切断されており、そのうちの一つは椎骨まで組織を完全に切断していた。膣には二回の刺し傷が見られ、下腹部には深くザラザラした傷で一部が裂けており、腸がはみ出していた。腹部の両側にも、 同じナイフによっていくつかの切り込みが入っていた。これらの傷はいずれも下向きに突き刺すようにして負わされていた。第二の被害者。それから約一週間後の9月8日の土曜日の午前6時頃、スピタルフィールズのハンバリーストリート29番地の裏庭の出入り口の階段付近で、 アニー・チャップマンの遺体が発見された。ニコルズの場合と同様に、喉には二つの深い切相があった。腹部は完全に切り開かれており、胃の一部が左肩の上に置かれ、また切除された皮膚と肉の一部と小腸は右肩の上に置かれていた。チャップマンの検視では、子宮、膀胱、 膣の一部が切除されていることが分かった。チャップマンの死因審問ではエリザベス・ロングが午前5時半頃にチャップマンが茶色の鹿打ち帽と暗い色のオーバーコートを着た黒髪の男と一緒にハンバリー・ストリート29番地の外に立っているのを見たと証言した。エリザベスによれば男はチャップマンに どう ?will you? と聞き、彼女が、いいわイエス、と答えていたという。第3の被害者。エリザベス・ストライドとキャサリン・エドウッズは、9月29日の土曜から30日の日曜にかけて殺害された。ストライドの遺体は、30日の午前1時頃。 ワイトチャペルのバーナーストリート、現在のヘンリックストリートの外れにあるダットフィールズヤードで発見された。首に6インチの切り傷があり、死因は左頸動脈と気管の切断で、そのまま切相は右顎の下で止まっていた。彼女の体にはそれ以外の損傷はなかったため、これがジャックによるものなのか、 または犯行途中で中断したのかは不明である。後に29日の深夜にバーナーストリートの近くでストライドが男と一緒にいるのを見たという複数の目撃証言が警察に寄せられたが、それぞれの証言は異なっていた。あるものは連れの男は色白であったといい、またあるものは色黒だったといい。 別の者はみすぼらしい服を着ていたといい、しかし、身なりが良かったという証言もあった。第四の被害者、エドウッズの遺体発見は、ストライドの遺体発見の45分後に、シティのマイタースクエアで発見された。彼女の喉は切り裂かれ、腹部には深く長いギザギザの裂傷が見られ、 蝶は彼女の右肩にかけられていた。左の腎臓と子宮の大部分が取り除かれていた上、彼女の顔は鼻の切除、頬の切創、さらにそれぞれのまぶたが四分の一インチと五分の一インチにそれぞれ切り裂かれ、醜い相棒となっていた。頬には三角形の切り込みがあり、その頂点は、 エドウッズの目を刺していた。また、その後の調査の中で、彼女の衣服の中から、右耳の磁界と耳たぶの一部が発見された。検視した検視医は、これらの切断について、少なくとも5分はかかったと見られると見解を述べた。ジョセフ・ラウェンデという地元のタバコのセールスマンは、 殺人事件があったと見られる直前に、二人の友人と共に広場を通りかかった際、みすぼらしい外見の白髪の男と一緒にいるエドウッズと思われる女性を目撃したと証言している。しかし、ラウェンデの仲間からは同じ目撃情報を得られなかった。この同夜に起こった二件の殺人は、ダブルイベントと呼ばれ、 知られるようになった。ホワイトチャペルのゴールストンストリートにある長屋の入り口にて、午前2時55分にエドウッズの血まみれのエプロンの一部が発見された。このエプロンの真上にあたる壁には、チョークで、The dress are the men that will not blame for nothing と書かれていた。この落書きは後に、 ゴールストンストリートの落書きと名付けられ知られているものである。このメッセージは一連の殺人事件の犯人が特定のユダヤ人もしくはユダヤ人全般であるように読めた。しかし、これは犯人がわざとエプロを残して書いたものなのか、それとも事件とは全く関係がないもの。 あるいは便乗した愉快犯的なものなのかは不明である。このような落書きはホワイトチャペルではありふれたものであった。ただ、警視総監のチャールズ・ボーレンは、これが反ユダヤ主義者たちの暴動を引き起こすことを懸念し、夜明け前に落書きを消すように命じた。第五の被害者。 11月9日金曜日の午前10時45分、スピタルフィールズのドーセットストリートの外れにあるミラーズコート13番地の一室で、この部屋の住人であるメアリー・ジェーン・ケリーの遺体が発見された。彼女の体は広範囲にわたって損壊され、内臓が取り除かれた状態でベッドの上に横たわっていた。その顔は、 見分けがつかないほど切り刻まれており、喉の切創は背骨にまでいたり、腹部にはほとんど内臓が残っていなかった。子宮、腎臓、片方の乳房は頭の下に置かれ、その他の臓器はベッドの足元に、腹部と大腿部はベッドサイドテーブルに置かれていた。心臓だけが、 犯行現場から消えていた。カノニカルファイブと呼ばれる5つのケースの特徴は、いずれも月末から1週間後の週末、あるいはそれに近い日の夜に犯行が行われている。一連の殺人事件における遺体の損壊は、だんだんとひどくなっていった。ストライドの件のみ犯行を中断した可能性がある。 最初のニコルズはどの臓器も欠損していなかった。次のチャップマンは子宮と膀胱、窒の一部が摘出されていた。四番目のエドウッズは子宮と左の腎臓が切除され、顔が切り取られていた。最後のケリーの遺体は、顔は四方八方から切り刻まれ、首元の傷は骨にまで達し、 心臓だけがこの犯行現場から持ち去られていた。歴史的に見て、この五つの殺人事件を同一犯による犯行と見て、また他の事件を排除する考えは、当時の記録に由来する。1894年、ロンドン警視庁の警部補で犯罪捜査局 CID の捜査主任であった、 メルビル・マクノートン卿は、ホワイト・チャペルの殺人鬼の犠牲者は5人だった。そう、5人だけであった。という報告書を書いた。同様に、1888年11月10日に、監察医のトマス・ボンドが CID の捜査主任であるロバート・アンダーソンに宛てた手紙の中でも、 カノニカルファイブの件は共通的なものと言及されていた。研究者の中には、これら事件の何件かは間違いなく同一犯だが、一部はこの犯人とは無関係の別の殺人犯によるものと主張する者も,もいる。スチュワート・エヴァンスとドナルド・ランベローは、カノニカルファイブは、切り裂きジャック神話、続説、であり、 三つの事件、ニコルズ、チャップマン、エドウッズは同一犯と断定できるが、ストライドとケリーは同じ犯人によるものか確証がないと指摘している。逆にカノニカル5にタブラムの件を加えた六件を同一犯とみなしている者も,もいる。病理医ジョージ・バグスター・フィリップスの助手である パーシー・クラーク医師は、殺人事件のうち、同一犯は三件だけであり、それ以外は、心神耗弱者による模倣犯罪だと指摘している。マクノートン教が捜査に加わったのは、事件の翌年であり、彼の記録には、容疑者についての重大な事実誤人が含まれている。 ホワイトチャペル殺人事件の最後の4件。一般的には、ケリーの事件が切り裂きジャックの最後の犯行と考えられており、犯人の死亡や投獄、収容、あるいは移住などによって、一連の犯行が終結したとみなされている。しかし、ホワイトチャペル殺人事件としては、カノニカル5以降に起こった4件の殺人事件もまた、 詳細に記録に残されている。これは、ローズ・マイレット、アリス・マッケンジー、ピンチン・ストリートの胴体、トルソー、フランシス・コールズの4件である。1888年12月20日、ポプラのハイ・ストリートにあるクラーグズ・ヤードで、26歳のローズ・マイレットの考察死体が発見された。 争った形跡はなく、警察は彼女が酔った勢いで、誤って首輪で首をつってしまった事故か、自殺のどちらかと推定した。しかし、首の側面に紐で締められた跡がかすかに残っていたことから、彼女は何者かに首を締められた可能性が浮上した。死因審問において、陪審員は、 殺人の評決を下した。アリス・マッケンジーは1889年7月17日の真夜中過ぎにホワイトチャペルのキャッスルアリーで殺害された。彼女の首には2つの刺し傷があり、左頸動脈が切られていた。また、その体にはいくつかの軽い打撲症や切り傷もあり、 左胸からへそにかけて7インチの長く浅い傷があった。検視を担当した病理学者のトマス・ボンドはこれを切り裂きジャックの犯行と推定したが過去3件の検視を担当していた同僚のジョージ・バグスター・フィリップスはこの見解を否定した。著述家の間でもマッケンジーの殺害犯が 捜査の目から自分をそらすために、切裂先ジャックの仕業に見せかけたという意見と、これも切裂先ジャックの犯行だとする意見に分かれている。ピンチンストリートの胴体、トルソーと呼ばれる身元不明の女性遺体が、ピンチンストリートの鉄道橋の下で発見されたのは、1889年9月10日のことであった。 これは頭と足がないフラン死体で年齢は30歳から40歳と推定された。被害者の背中、腰、腕といった広範囲に死の直前に激しいオーダーを受けたことを示すあざが見られた。腹部も大きく切り刻まれていたが正規には損傷が見られなかった。 被害者は死体発見の約1日前に殺害されたとみられ、バラバラにされた遺体は、古いシュミーズの下に隠して、鉄道橋に運ばれたと推測されている。1891年2月13日午前2時15分、アーネスト・トンプソン刑事は、ホワイト・チャペルのスワロー・ガーデンズの鉄道橋の下で、フランシス・コールズという、 25歳の売春婦が倒れているのを発見した。彼女の喉は深く切られていたが、体には傷がなく、これは犯人がトンプソンに気づいて犯行途中で逃げたという意見もある。発見時、彼女はまだ息があったが、治療を受ける前に亡くなった。53歳の機関車の機関員。 ジェームス・トマス・サドラーがコールズと一緒に飲んでいるところを目撃されており、彼女の死の約3時間前に二人が口論していたことが判明していた。このため、サドラーは逮捕され、コールズ殺害の容疑で起訴された。一時は彼が切り裂きジャックだと思われたが、結局は証拠不十分で、 1891年3月3日に釈放された。その他の被害者とみなされているケース。ホワイトチャペルで起こった11件の殺人事件に加えて、評論家によって切り裂きジャックに関連付けられた他の襲撃事件もある。フェアリー・フェイのケースの場合、この事件が実際にあったものなのか、 ジャックの伝説として創作されたものなのか不明である。この事件は、1887年12月26日に、コマーシャルロード近くの戸口で、腹部に杭が突き刺さった女性の死体が見つかったとされるもので、被害者は身元不明のため、フェアリー・フェイと名付けられた。ところが、1887年のクリスマス前後に、 ホワイトチャペルで記録された殺人事件はなかった。この事件は、ドンキが膣に突き刺さっていたエマ・エリザベス・スミスの一件の報道と、混同されて生まれたものと推測されており、今日においては、フェアリー・フェイは実在しないという指揮者たちの見解で一致している。アニー・ミルウッドという名の38歳の未亡人は、 1888年2月25日に、足と下腹部に多数の刺し傷を負って、ホワイトチャペルのワークハウス診療所に運び込まれ、見知らぬ男に留め金式ナイフで襲われたと職員に告げた。その後、彼女は退院したが、3月31日に自然死している。ミルウッドの事件は、 後に最初の切り裂き魔の犯行と仮定されたが、実際のところ、明確な関連性を示すものはない。また、カノニカル5以前のもので、他にも切り裂きジャックの犯行として疑われているものとして、1888年3月28日に、某の自宅の玄関先で、留め金式ナイフで首を2回刺されるも、 一命を取り留めた若い女性服飾家のエイダ・ウィルソンの一件がある。さらに他の例として、1888年11月21日に、マーサ・タブラムと同じ下宿に住んでいたアニー・ファーマーが襲われた一件があり、これも切り裂きジャックの犯行と疑われているものである。彼女は喉を切られており、二人の目撃者によれば、 ファーマーの悲鳴の直前に、口と手に血がついた見知らぬ男が下宿から飛び出し、彼女のやったことを見ろと叫んでいたという。ただ、この彼女の一件は、おそらく彼女自身の自傷行為と疑われている。1888年10月2日、ホワイトホールに建設中のスコットランドヤードの新庁舎の土地から、 頭のない女性の胴体が発見され、ホワイトホールミステリーと呼ばれる事件があった。遺体の腕と肩は9月11日にピムリコ近くのテムズ川に浮かんでいるのが発見されていたが、その後10月17日には胴体の発見場所近くで左足が埋められているものも発見された。 頭部や他の手足は見つからず、遺体の身元も不明のままに終わった。これは足と頭部が切断され、腕はそのままであったピンチンストリートの胴体事件と類似していた。ただし、ピンチンストリートの場合は腕は切断されていなかった。ホワイトホールミステリーは、ピンチンストリートの胴体、トルソーと共に、 トルソーキラーと呼ばれる単独の連続殺人鬼によって行われたテムズミステリーと呼ばれる一連の殺人事件の一部であった可能性がある。切りサジャックとトルソーキラーが同一人物なのか、たまたま同じ地域で活動していただけの別人物なのかは、議論の余地がある。トルソーキラーの手口は、切りサジャックとは明らかに異なり、 当時の警察は、両者の関係性を否定していた。この連続殺人事件は、4件が同一犯と推定されているが、被害者の身元が判明したのは、エリザベス・ジャクソン一人だけである。彼女はチェルシー出身の24歳の売春婦で、1889年5月31日から6月25日までの3週間の間に、 テムズ川で様々な体の部位が発見された。1888年12月29日、ブラッドフォード州マニンガムの馬小屋で、ジョン・ギルという7歳の少年の遺体が発見された。少年は12月27日から行方不明になっており、遺体は足が切断され、回復及び腸の一部と、 心臓が抜き取られ、片耳も切除されていた。その犯行の類似性から、メディアでは切り裂きジャックによる犯行ではないかと、憶測に基づく報道がなされた。少年の雇い主であった23歳の牛乳配達人、ウィリアム・バレットは、殺人容疑で二度逮捕されたものの、証拠不十分で釈放された。 この事件では誰も起訴はされなかった。1891年4月24日にニューヨークにおいてキャリー・ブラウンという女性が衣服で首を絞められた後ナイフで切り刻まれて殺された。彼女の遺体は素形部を通して大きな裂傷と足や背中の表面に切り傷がある状態で発見された。 現場から臓器は持ち去られていなかったが、ベッドの上に卵巣があり、これは意図的に摘出されたのか、意図せず傷口より出てきてしまったのか不明である。当時、この事件はホワイトチャペルで起きた事件と比較されたが、警視庁は最終的に、いかなる関係もないと否定した。捜査。 ホワイトチャペル殺人事件に関するロンドン警視庁の捜査記録の大半は第二次世界大戦のロンドン大空襲によって失われた。現存する記録ではビクトリア朝時代に行われた捜査方法を詳細に知ることができる。大規模な捜査チームが組織されてホワイトチャペル中のイエイエーの聞き取り調査が行われ、また、 法医学的証拠の採取や調査も行われた。容疑者の特定や追跡の上、さらに詳しく調べられたり、あるいは捜査対象から外されたりした。これは現代の警察の捜査でも同じである。2000人以上が事情聴取され、300人以上が捜査線上に上がり、80人が拘束された。 ストライドとエドウッズの事件後には、死刑本部長のジェームズ・フレイザー卿が、切り裂きジャックを逮捕した場合、賞金500ポンドを出すことを公示した。捜査は当初、エドモンド・リード警部が率いる警視庁ホワイト・チャペル支部の犯罪捜査局 CID が担当した。ニコルズ殺しの後には、 スコットランドヤード中央局からフレデリック・アバーライン、ヘンリー・ムーア、ボルター・アンドリューズの各警部が派遣された。シティで起こったエドウッズ殺しの後はジェームズ・マクウィリアム警部の指揮下でロンドン死刑も捜査に当たった。捜査全体の方針はチャップマン、ストライド、 エドウッズ殺しがあった9月7日から10月6日の間に CID の捜査主任ロバート・アンダーソンがスイスで休暇中であったために決められなかったこのため警視総監チャールズ・ウォーレン卿はロンドン警視庁からの捜査の調整役としてドナルド・スワンソン主任警部を任命した肉屋や屠殺業者 あるいは外界や内界が疑われたのは遺体の切断方法からであった。死刑本部長代理のヘンリー・スミス少佐が残した記録によれば、地元の肉屋と屠殺業者のアリバイを調べたが、結果として彼らは捜査対象から外されることになったという。スワンソン警部が内務省に提出した報告書によれば、 76件の肉屋と屠殺業者を訪問し、過去6ヶ月間の全従業員を調査したことが確認されている。ビクトリア女王をはじめとする当時の著名人の中には、事件のパターンから、犯人は肉屋、もしくはロンドンとヨーロッパ大陸を往来する家畜運搬船の仲買人ではないかと推測する者もいた。 ホワイトチャペルはロンドンドックに近く、そうした船は木曜か金曜に停泊し、土日に出港するのが一般的であった。船の運航記録が調査されたが、殺人事件の日付と一致するものは一石もなく、また、乗員が船を乗り換えている可能性も否定された。当時の矛盾や信頼性の低い証言に加えて、 例えば現存する手紙の DNA 鑑定から結論が出ていないように、犯人を特定する試みは法医学的な証拠の欠如によってできていない。入手可能な証拠物は何度も調査がなされたがゆえに汚染されており、意味のある結果が得られる状態にない。DNA 鑑定の結果が 二人の異なる容疑者を決定的に示しているという矛盾した結論もあり、両者の調査方法も批判されている。ホワイトチャペル自警団。1888年9月、ロンドンのイーストエンドの市民有志のグループが、ホワイトチャペル自警団を結成した。彼らは不審な人物を探して通りのパトロールを行ったが、 これは警察が犯人を逮捕できなかったことへの不満や、殺人事件が地域のビジネスに影響を与えていることを懸念したことも理由の一つであった。時警団は犯人逮捕につながる情報に対して、50ポンドの報奨金を出すよう政府に請願し、また私立探偵を雇って独自に目撃者への質問も行っていた。 プロファイリング。10月末、ロバート・アンダーソンは、観察医のトマス・ボンドに、犯人の外科技術や知識の程度について意見を求めた。ここでボンドが報告したホワイト・チャペルの殺人者に関する試験は、現存する最古のプロファイリングである。ボンドの推測は、カノニカル5のうち、 彼自身が行った最も広範囲に切相が見られた5件目の被害者の検視記録とそれ以前に起こった4件の検視記録に基づくこの5つの殺人事件は全て同一犯によるものであろう最初の4つの事件では喉を左から右に切られており直近の事件では広範囲にわたる切相のために どれが致命傷となったものかはわからないが、動脈からの血液は、彼女の頭があったであろう場所の近くの壁に飛び散っていたことがわかる。以上の事件現場の状況から、女性は殺害時に横になっていたに違いなく、どの場合も最初に喉を切られたと推測される。ボンドは、 殺人者が様々科学に基づく解剖知識を持つ者、あるいは肉や内し馬の屠殺技術を持つ者という可能性すらも強く反対を示した。彼は殺人者は殺人的で性的な創病の周期的な発作に見舞われており、体を切除する特徴はサテリアジスを示している可能性があると意見を述べた。 ボンドはまた、殺人衝動は、復讐心や陰鬱な精神状態から発展したものかもしれないし、宗教的な創病が元々の病気だった可能性もあるが、私はどちらの仮説もありえないと思う、と述べている。犯人が被害者と性行為に及んだという証拠はいずれの場合もないが、心理学者の推測では、 ナイフで被害者を傷つけ、傷口が露出した性的に貶めるような体位で放置したことは、攻撃に性的興奮を感じていたのではないかとしている。しかし、このような仮説を否定する見解もある。容疑者たち、犯行は週末または祝日に集中し、また狭い範囲で行われていることから、 切り裂きジャックは定職についていた地元の人間ではないかと一般に推測されている。その一方で教育を受けた上流階級の男、おそらく医者か貴族でより裕福な地域からホワイトチャペルにやってきて犯行に及んでいたのではないかとする説もある。校舎の説の背景には医療従事者への恐怖心、 近代科学への不信感、富裕層による貧困層の搾取といった文化的な認識があった。事件から数年後に提起された容疑者の中には、当時の資料から事件に関与していると思われる人物や、イギリス王室関係者、芸術家、医者など、警察の捜査では対象外であった多くの著名人が含まれていた。 当時の人々はすでに亡くなっているため、現代の著述家は、犯人が誰であっても、歴史的な裏付けを必要とせず、犯人候補として挙げることができる。当時の警察の捜査記録において名指しされている容疑者の中には、1894年のメルビル・マクノートン教のメモにある3人、ドルイット、コスミンスキー、オスログ、 も含まれているが、これらの人物を犯人とする根拠は、せいぜい状況証拠でしかない。切り裂きジャックの正体や職業については様々な説があるが、当局が認めたものは何もなく、名前が挙がった容疑者の数は100人以上に達する。この事件に対する興味は、現代にもなお続いているにもかかわらず、 ジャックの正体は不明のままである。切り裂きジャックの事件を研究分析するリッパー学、リッパーオロジーという言葉すら生まれ、この殺人事件は数多くの創作物にも影響を与えている。犯人を名乗る者からの手紙、ホワイトチャペル殺人事件が起こっている間、警察や新聞社、 その他の個人宛てなどで何百通もの手紙が送られてきた。犯人を名乗る者以外にも犯人を捕まえるためのアドバイスなど善意からのものもあったが大半はいたずらであったり役に立たないものばかりであった。犯人自身が書いたと主張する数百通の手紙の中で特に注目されるのが 親愛なるボスへ、ディアボスの手紙、生意気なジャッキー、ソーシージャッキーのハガキ、地獄より、フロムヘルの手紙の三つである。今日に、親愛なるボスへと知られる手紙は、1888年9月27日の消印が押され、 9月25日にセントラルニュースエージェンシーに届き、9月29日にスコットランドヤードに転送された。当初はいたずらと考えられていたが、手紙の消し印の3日後に、エドウッズが片方の耳の一部を斜めに切り取られた状態で発見されたことから、手紙にあった女性の耳を切り取るという予告が注目されるようになった。 ただ、彼女の耳の傷は、犯行中に偶発的に切りつけられたものと推測され、耳を警察に送るという手紙の予告は実行されなかった。切り裂きジャック、ジャック・ザ・リッパーという名前は、この手紙の主が初めて使ったものであり、以降、この名が世界的に知られるようになった。 その後の当局やメディアに対して送られた手紙の多くは、この文体を真似たものであった。なお、1888年9月17日付の別の手紙が、切り裂きジャックという名前を初めて使ったとする資料もあるが、専門家の間では、これは20世紀になって警察の記録に挿入された偽物であるとの見方が強い。 生意気なジャッキー、ソーシージャッキーのハガキは,は1888年10月1日の消印で同日にセントラルニュースエージェンシーに届いたという。筆跡は親愛なるボスへの手紙と似ており、今回はダブルイベントとして9月30日の事件、ストライドとエドウッズ殺しに言及していた。 このハガキは事件が公的に発表される前に投函されたものであったため、ただの愉快犯では知り得ない情報があったと指摘されている。しかし実際にはこのハガキの消し印は事件の発生から24時間以上経過した後のものであり、殺人事件の詳細はメディアに報道されており、地元ホワイトチャペルの住民たちも この事件について話し合っていた後のものであった。地獄より、フロムヘルの手紙は、1888年10月16日に、ホワイトチャペル時警団のリーダーであるジョージ・ラスクが受け取ったものであった。この手紙は、親愛なるボスへや生意気なジャッキーとは筆跡や文体が異なる。この手紙には、 小さな箱が伴われており、中を確認したラスクは、ワインの蒸留酒、エタノールで保存された人間の腎臓の半分を発見した。被害者たちの中で、エドウッズは左の腎臓が犯人によって持ち去られていた。手紙の主は、持ち去った腎臓の半分は、あげて食べた、と述べていた。 この腎臓をめぐっては意見が分かれている。これが実際にエドウッズのものと主張する者も,もいれば、不気味な悪ふざけだとみなす者も,もいる。腎臓は、ロンドン病院のトーマス・オープンショー医師によって検査され、人間のものであり、左の腎臓だと判断されたが、新聞の誤った報道に反して、 他の生物学的特徴は特定できなかった。その後、オープンショー医師は、切り裂きジャックを名乗る者からの手紙を受け取っている。ロンドン警視庁は、10月3日に、親愛なるボスへの手紙を複製したものを公開し、その筆跡から有力情報の提供が得られることを期待した。チャールズ・ボーレンは、 内務省の常任次官であるゴッドフリー・ルシントンへの手紙の中で、私はすべていたずらだと思っているが、当然のことだが、いずれにしても、作者を見つけ出す必要がある、と説明していた。1888年10月7日、日曜誌レフェリーのジョージ・ R ・シムズは、この手紙は、 新聞の発行部数を大きく増やすために記者が捏造したものだと通列に批判した。後に警察当局は、親愛なるボスへと生意気なジャッキーの作成者は特定の記者だと発表した。1913年9月23日、ジョン・リトル・チャイルド主任警部がジョージ・ R ・シムズに宛てた手紙の中で、 捏造を行った記者はトム・ブーリンと特定されていた。また、1931年にフレッド・ベストという記者がスター氏の同僚と共に事件への関心を高め、ビジネスを継続するために切り裂きジャックと署名した手紙を書いたと告白している。メディア切り裂きジャック事件は ジャーナリストが犯罪を扱うことに対する重要な分岐点となった。この事件が最初の連続殺人事件というわけではなかったが、最初に世界規模でメディアの熱狂を引き起こしたものであった。1880年の初等教育法によって、社会的階級に関係なく学校に通うことが義務付けられた。これにより、 1888年には、イングランドとウェールズの労働者階級の多くの識字率が高まった。1850年代の税制改革によって、安価で発行部数の多い新聞が社会に登場するようになった。ビクトリア朝後期には、半ペニー程度の大量発行の新聞や、 イラストレイテッドポリスニュースなどの人気雑誌が登場し、切り裂きジャック事件を取り上げた記事は、かつてないほどの宣伝効果を生み出した。この結果、事件捜査の最盛期には、ホワイトチャペル殺人事件を大きく取り上げた新聞が、一日で100万部以上売れたというが、その多くはセンセーショナルで憶測に満ちたものであり、 時には虚偽の情報が事実として掲載されているものも少なくなかった。さらにジャックの正体を推測する記事の中には、地元の外国人差別の噂をほのめかすという形で、ユダヤ人や外国人としているものもあった。ニコルズ殺しの6日後の9月下旬、マンチェスターガーディアン紙はこう報じた。警察は、 どんなに情報を持っていようとも秘密にする必要があると考えている。中略。特に彼らの注目が向けられているのが。中略。レザーエプロンと知られている悪名高き人物である。記者たちは詳細な捜査状況を公開しようとしない CID に不満を持ち、 信憑性が疑わしい記事を書くことにした。レザーエプロンに関しては想像力に富んだものが報道されることとなったが、ライバル誌の記者たちからは記者の空想の産物と一周された。地元の革靴職人のユダヤ人であったジョン・パイザーは、レザーエプロンの名で知られており、捜査官が 今のところ証拠は何もないと報告したにもかかわらず、彼は逮捕された。パイザーのアリバイは確認され、すぐに釈放された。親愛なるボスへの手紙が公開された後、レザーエプロンの名は、切り裂きジャック、ジャックザ・リッパーにとって変わり、犯人を刺すためのメディアや一般市民が用いる名前となった。 ジャックという名は、すでに別のロンドンの伝説的な殺人鬼であるバネ足のジャックにも使われており、彼は壁を飛び越えて人を襲い、誰か来ればすぐに逃げ出すというものであった。ニューオーリンズの小野男、ボストンの考察魔、ベルトウェイのスナイパー、など、特定の殺人者にニックネームをつけることは、 メディアの上等手段となった。切り裂きジャックから派生したものもあり、フランスの切り裂き魔デュッセルドルフの切り裂き魔カムデンの切り裂き魔10日完成下の切り裂き魔ジャックザ・ストリッパー、ヨークシャーの切り裂き魔ロストフの切り裂き魔などがある。 犯人は捕まらなかったという事実と当時のセンセーショナルな報道の組み合わせは研究者たちを混乱させ切裂きジャックに関する事実性が曖昧な伝説を生み出すことにつながった。影響切裂きジャックの事件の性質と犠牲者たちの貧しい生活は イーストエンドの劣悪な生活環境への注目を集め、過密で不衛生なスラムへの対策を求める世論を喚起した。事件後20年の間に、劣悪であったスラム街は一掃され、再開発されていったが、通りや一部の建物は現存しており、殺人現場や事件に関する場所をめぐる様々なガイドツアーによって、 今でも霧咲間の伝説は語られている。長年にわたり、コマーシャルストリートにあるパブ、テンベルズ、被害者のうち少なくとも一人が常連であった、は、そのようなツアーの中心となっていた。殺人事件の直後から、霧咲ジャックは子供たちを怖がらせるものになった、と言われている。 その描写はしばしば幻想的、あるいは怪物的であった。1920年代から1930年代の映画に登場したジャックは、一般庶民の外見だが、隠された秘密を持ち、無防備な犠牲者を餌食にする男として描写され、また、照明効果や影絵によって、雰囲気や邪悪さが表現されていた。 1960年代になると、ジャックは、略奪的な貴族社会の象徴に変わり、トップハット、シルクハットをかぶった紳士という外見で描かれることが多くなった。エスタブリッシュメント全体が悪役となり、ジャックは上流階級による作取の体現者として機能していた。ジャックのイメージは、ドラキュラのマントや、 ビクター・フランケンシュタインの臓器摘出など、ホラー小説のシンボルと融合したり、借用したりした。切り裂きジャックが登場する創作物の世界は、シャーロック・ホームズから日本のエルティック・ホラー、暴行切り裂きジャックまで様々なジャンルで見られる。切り裂きジャックは、 何百ものフィクションや事実に基づいたような創作物に登場し、この中には、切り裂きジャックの手紙や、切り裂きジャックの日記のようなデマの日記も含まれる。ジャックは、長編小説、短編小説、詩、漫画、ゲーム、歌、演劇、オペラ、テレビ番組、映画などに登場する。 100以上のノンフィクション作品が、切り裂きジャックの殺人事件を主題として扱い、最も多くのモチーフとなっている実在の犯罪の一つとなっている。1970年代には、コリン・ウィルソンが切り裂きジャックを研究するリッパー学、リッパーオロジーという用語を造語し、 専門家やアマチュアが研究を行っていることを説明している。こうした研究成果は、定期観光物であるリッパーアーナ、リッパーオロジスト、リッパーノーツに掲載されている。2015年には、ロンドン東部に切り裂きジャック博物館がオープンしたが、小さな講義があった。 マダムタソカンにかつて存在した恐怖の部屋には、似ているかどうかわからない人物はモデルにしないという方針に基づき、有名な殺人鬼である切り裂きジャックの老人形はなかった。その代わり、彼の影が描かれていた。2006年、BBC ヒストリー誌の投票では、史上最悪のイギリス人に、 切り裂きジャックが選ばれた。